散財は人生や。どうも直島です。いや誰全盛りされた直島です。てかお前あれやな、 JBL のイベント行って写真めっちゃ加工してたな。いや撮ってもらったらな、思いのほか太ってて、ちょっと加工しようって思ったら加工アプリが優秀すぎてモリモリにしてしまったんや。バレへんかったら黙っとこうって思ってた、まあ、そんなことは置いといて、 JBL から全部盛りのイヤホンがついに出た。その名もツアープロ3。お値段なんと税込み42,900円。高いよ、買えないよ、怖いよ。てかなんでそんな演技するん、提供でもらってるやん。うるせえな、視聴者の気持ちを代弁しとるんや。うん、てか誰と会話してんの。イマジナリー自分と脳内会話してる。まあ、イヤホンなんて盛れるだけ盛りたいやん。4万円超えの理由を説明していくな。前作よりも大きなタッチパネル搭載の充電ケース、諸々のおかげで良くなった高音質な音、パワーアップしたノイキャン、まるでその場にいるかのような空間サウンド、低遅延でゲームでも使えるトランスミッター機能、物忘れの激しいおじいちゃんおばあちゃんも安心のケース&イヤホンを探す機能、まさに全部盛り。もうこの1台でとにかく満足させようっていう気概を感じるわ。じゃあ詳しく紹介していくな。チャンネル登録よろしくお願いします。ケースには大きなタッチパネルが搭載してて、タッチするとイヤホンとケースの残量が表示されるようになっている。新しく接続されてるコーデックも表示されるから、今何のコーデックで聞いてるかが一目でわかるのもオタク的にグッド。誤操作を防ぐためにロック画面がついてて、スライドするといろんな機能が使えるようになってる。ちなみに前作よりもタッチパネルは大きくなってる。これも新しい機能やね。前作では再生画面にアーティスト名とタイトルが表示されなかったんやけど、3では出るようになってて分かりやすくなってる。日本語対応になったのも日本人を代表して言わせていただくと、日本語で読めるようになったので良かったです。機能をスライドしていくとこんな感じ。項目多すぎて点々がえぐいことなってるな。これカスタムできます。アプリで順番を変えたり消すことができるから、不要な機能はそげるだけそげるようになってる。アプリ内では他にもロック画面の壁紙を変えられたり、クイックウェイクアップで何タップで画面を起動させるかを決めることができる。いろいろできるのは分かったんやけど、卑屈なやつはこう言うやろな。ケースに画面なんていらなくね、その分コストカットしてほしいわ。こういう文明の進化に茶を濁そうとするやつよくいるよな。 Y 的にケースで操作できると何がいいかってずっと思ってんのは、 JBL のアプリって接続まで時間がかかんねんけど、ケースやと秒で設定変更できることなんよね。これがでかい。しかも機能もモリモリになった分、アプリまでの工程がクソめんどくさいから、ケースに機能がまとめられてる方が逆にわかりやすいんよね。イヤホンはこんな感じで耳穴の形状にフィットするような形状になってて、ゴボット感はあるものの Y の耳穴ではしっかりとどまってくれるね。 JBL のワイヤレスイヤホンはオーバルシェイプっていう形状を採用してて、耳穴の部分が楕円形になってるんやけど、これ他のイヤーチップと互換性がないんよね。でも今回新しくフォームイヤーチップが付属で入ってんねん。でもよく見るフォームイヤーチップみたいにむっちり感はなく、ペラペラやから触らんとシリコンとの違いはあんまわからん。一見こんなんで大丈夫なんかって初見では思ったんやけど、つけてみると遮音性は全然違う。みっちりと耳穴を埋めてくれる感覚がしっかりあるわ。没入したいならこれなんよ。フォームイヤーチップのサイズは1種類で、シリコンは XS から XL までよりどり緑サイズが揃ってる。長時間つけてみた感じも、耳穴を無理やり開いてる感じもなく、すっぽり収まってるから耳疲れする感じもなくグッド。寝ながらの長時間使用はスティック型やから不向きやね。寝ながら映画見てたんやけど片耳が痛くなってしもたわ。やから起き上がった状態での使用がおすすめやね。音質に関しては新しく 10mm ダイナミックドライバーに加えて、バランスドアーマチュアドライバーっていうのが搭載されて、さらに繊細な音に。ドライバーが2つになったから音が良くなったよっていうことやね。さらに今まで JBL って堅くなに LDAC に対応してなかったんやけど、ついに LDAC に対応した。ガチの全部盛り。聞いてみると、はぁ、すっごいクリア、余韻すご。しかもなんか艶やかなんよね。最近ミドルクラスのイヤホンを犬の散歩で使ってたからか、すっごい感動がでかすぎる。もはや犬の散歩で小さな音にして使うのはもったいない音やね。夜寝静まる前の一番誰にも邪魔されない時間帯に、無意識に音量を爆音にして没入したい気持ちよさがあるわ。
なんか年々癖が抜けて結構誰でも好きって思える、万人受けするかつクリアな音になっている気がするわ。前作と比べてみると明らかに違うんよね。例えるなら前作は前の方にだけ音があるっていうような感覚なのに対して、新作はうなじにも音が伝わってくるような、まあ、要するになんか音に包まれてるような感覚やね、まあ、特に違いが分かりやすくなったんは伴奏やね。楽器の音がより聞こえやすくなったわ、やから包まれてるっていうような感覚になるのかもしれへんね。2もかなり気に入って1年ぐらい使っててんけど、いやもうこれ4とかになってきたらマジでどうなんのっていうぐらい完成度高いね。音に関してはイコライザーでカスタムすることもできるし、そんなん全然わからんわっていうやつはペルソニーファイっていうやつを使えば音をいい感じにしてくれんで、めんどくさがりにもありがたい仕様やね。ノイキャンはフォーム型のイヤーチップを使うことで効果を最大限発揮するみたいやから、装着して設定でフォームに変えたところすっげー無、一生使ってるとこちら側が気狂いそうなほど無、空気清浄機、除湿機、エアコン、換気扇程度なら気が狂いそうなほど無やね。犬の声とかになってくると聞こえてくるから高音は苦手なんやと思う。試しに電車のホームの音を爆音で流してみたところ、アナウンス音とかガタンゴトンの高音部分は小さくなるものの完全にカットしきれてへん印象。音楽やらコンテンツ視聴をして使う場合には邪魔にならへんほどには抑えられてるっていう感じやね。ちなみにノイキャンの強さはアプリで自動調節できたり自分で量を決めることができるから、ちょっと閉塞感が苦手とかゴリゴリマックスで使いたいとか自分の好みで調節できる。試しに前作と比べてみたところ、空気清浄機のサーっていう高音部分がちょっと残ってたね。聞き比べるとだいぶ違う。当たり前っちゃ当たり前かもしれへんけど、しっかり差は出てたわ。ワイは散歩時に外音取り込みの方が使うんやけど、使ってみた感じ、人とコミュニケーション取るときは、ちょっと遠めの距離に犬飼ってる人に遭遇したときに、ん?なんて?って時がたまにあったから、多少聞き取りづらいかなっていうのはあってんけど、パーソナルサウンドアプリケーションっていう機能を使うことで、環境音を爆音に上げることで、イヤホンを外すことなく会話できるようになったわ。これも自分好みのカスタムができるようになってる。ただゴリゴリマックス上げると結構人工的で、全体的になんか宇宙にいるようなエフェクトがかかってモヤモヤした感じにはなるな。ここら辺違和感ない感じに改善されると個人的にはかなり嬉しい。あと変な使い方やけど、キーボードの音が気持ちいいほど入ってくるから、タイピングしてる時とかに使うと増強されて死ぬほど気持ちいい。マイク音質はこんな感じ。犯罪は人生や。どうも直島です。現在は JBL ツアープロ3で喋ってんで、ああいいううええおおこんな感じやね。で次この扇風機当ててみるわ。犯罪は人生や。どうも直島です。現在は JBL ツアープロ3で喋ってんで、ああいいううええおおこんな感じやね。我々は宇宙人だ、我々は宇宙人だ。空間サウンドは前作からだいぶパワーアップしてるのが聞き比べなくてもわかる。ヘッドトラッキング機能が新しく搭載されたことによって、まるでその場にいるかのようなリアルな体験ができるようになったのがでかいかも。これで試しに某一発撮り音楽チャンネルとか聞くと本当に楽しい。目をつぶるとゴッチが Y の6畳の部屋で本気で歌ってくれて、割とシュールな体験ができる。そういいね。ASMR と。この空間オーディオのいいところは、対応した音源じゃなくても全部擬似的に空間オーディオにしてくれるところなんよね。いろんなコンテンツで使えると思うわ。これ注意してほしいのが、 LDAC で接続してると空間サウンドが使えないから、アプリ側で切らないといけないんよね。ケース上に切り替える機能がないから、わざわざアプリで切り替える必要があるっていうのは少し手間やね。トランスミッター機能は付属の Type-C2Type-C や Type-C2AUX ケーブルでデバイスを接続するとほぼ遅延なしで使えるっていう機能やね。試しにこれで編集してみたけど全然使える。ゲームでも使ってみたけど全然使える。
まあゲームに関しては速さを要求されるようなゲームがそもそも得意ではないっていうので、どんぐらい使えるものなんかは分からんけど、ワイがやってるようなゲームのラインナップやと違和感を感じることなく使えるっていう感じやね。ツアープロ3はマルチポイントにも対応してんねんけど、パソコンやゲーム機やとアプリのビデオモードが適用できへんから、この機能を使うことでどんなデバイスでも遅延なしを叶えられるっていうのがいいところやね。なんなら飛行機でも使える。あ、iPhone をタイプ C になった15以降やね。次は探す機能。前からイヤホンを探す機能っていうのはあったんやけど、新しくケースを探す機能っていうのが追加されたんやね。アプリ内のスマート充電ケースの設定から音を鳴らして探すことができる。イヤホンに関してはアプリからでもできるし、ケースから鳴らすこともできる。しかも装着してるときは爆音でなんでっていうのを教えてくれるから、レビューするために試しに鳴らす人にも配慮されてて良。Google のデバイスを探す機能にも登録できて、イヤホンの設定画面から登録することができんで、これに登録しておくとマップで教えてくれるから、落としたって時に確認できるのがええところやねん。あとは人のカバンに忍ばせて尾行することもできる。ただこれケースから出した状態のイヤホンのみしか使えないっぽいよな。ワイとしてはケースもイヤホンも探したいし、なんならケースにイヤホンが入った状態でも探したいんよ。これが全部できるようになったらもう最強よ。最後はバッテリー持ち。最大再生時間はノイキャンオフの状態でイヤホン単体11時間、ケース込み44時間。ノイキャンオンの状態でイヤホン単体8時間、ケース込み32時間。LDAC オンの状態でノイキャンオフはイヤホン単体 8.5 時間、ケース込みで34時間。LDAC オンの状態でノイキャンオンやとイヤホン単体7時間、ケース込み28時間使えるようになってる。LDAC オンの状態でもだいぶ持つから、 LDAC オンで外音取り込みもオンの状態にして使ってる。急速充電は10分で3時間再生可能やね。もちろん地位充電にも対応してる。やっべ言うこと多すぎて窒息しそうということで、今回は JBL ツアープロ3の紹介でした。全部盛りすぎてこの価格帯なのも納得やな。ここだけの話、Amazon で買うと3900円も安く買える。趣味でイヤホンを用途別に買い集めたりする人もおるとは思うけど、俺はミニマリストで全部1個で片付けたいっていう人にはうってつけの1台やね。もちろんイヤホンマニアにもぜひ手に取ってほしい一品やわ。要チェックやね。ほな、散財は人生やで。